ブッ町仏ョ町ブッは、午後16国時代の西域からのトライ像。中国の新遺像の筆頭に挙げられる。軸ブッ町とも記載される。聖は、白、キジ国の出身であるという。ウッディーアーナで出家した後、稀ビトで仏学の研鑽に励んだ。一般的に西域からのトライ像は、軸宝吾やク熊羅獣に代表されるように、最初は、交渉やガンダーラゴ仏典で、後に、 サンスクリット等で書かれた将来仏典を漢字に翻訳する、訳教を行う、訳教像であることが多いが、中には、訳教を全く行わなかったライ像もおり、その代表的な人物が仏都長である。310年落葉にやってきて、寺院を混流しようとしたが混乱により果たせなかった。仏都町がやってきた、当時の中国は、鋭下の乱闘の動乱によって、精神が滅亡し、 南には闘神が成立し、北では災害より侵入した5個と総称される異民族が各地に国を建て分裂していた時代、いわゆる五個十六国時代であった。仏ッドは後、長の将軍家黒略を介して赤力に接見し、戦地において数々の予言を行ったことから大いに徴用された。これにより赤力や凶暴な性格として知られる石虎からも信頼を、 獲得し、高媒な距離ではなく、日常的な点などにおいて、彼らを教え導いたと、高僧伝や、神女の本伝では伝えている。また、その教えの要定は、人目を引く真意の力ではなく、持ち立堅固な生活態度にあった。自らの自戒は言うに及ばず、積力や、石虎のような残虐さで知られる、五個の君主に対しても、誤解の堅持を求めたことが記される。 赤録より、山と奈の称号を与えられた。また、彼の力によって仏寺は893寺が、建立され、門神との数は一万に上ったという。あと、長の剣無十四年、行の宮寺で亡くなった。117歳の大王城と伝えられている。仏都長が中国の仏教史において、重要なのは、第一に、石虎に対して、 漢人一般住民の出家を公居するよう導いたことである。当時、中原の地では、仏教はあくまで外来の宗教であったので、異民族への布教こそ黙認されていたが、漢人への布教は許されなかったのである。自身も、この出であった赤緑は、漢人の掟き手には頓着せず、布教を許した。第二には、仏土町の数多くの弟子の中から、 中国仏教の基礎を築くことになる、尺道案が出ていることである。軸保護のような薬教像のもとではなく、仏陀庁のような真意像の門下から、正当的な中国仏教の提唱者が現れた。ところに、禅宗や浄土教に代表される、後の実践的な中国仏教の原型を見ることが、できる。また、彼の門下からは、泰山の軸像、 アキラ、四線に仏教を広めた軸法は、等身で活躍した軸法すぐるに代表される多くの構想が輩出している。ありがとうございます。